田畑勝手作禁止令は、江戸時代に幕府が出した、農民統制のための法令の一つ。作付け禁止令、田畑勝手作りの禁令とも呼ばれる。江戸幕府は、国高制を採用して、米主体の経済政策を基本としていた。このため、寛永20年、この法令によって米を作るべき田畑において、木綿、タバコ、菜種等の商品作物を栽培することを禁止した。 しかし、諸藩ではこの法令は、藩の経済、産業政策に対する幕府からの干渉とみなされ、全くの不評であった。また、17世紀の終わりになると各地で商品作物の生産が盛んになり、この法令を無視して商品作物を生産し、その売却益で年具米を購入して納入するものも出始めていた。さらに各地で、 米の生産量が増加して米価が低迷してきたことから商品作物の栽培を奨励して農家の収入を増加させ、ひいては納税先である藩の財政を安定させようとする藩も現れた。この情勢に幕府も教法20年に田形合手作司法を発令して年貢増長を条件に商品作物栽培を黙認する政策に移行した。とはいえ、 この法令自体が最終的に廃止されるのは幕府が解後、明治4年のことであった。ありがとうございます。